2月21日2001年の今日は、東宝特撮映画の旧作 DVD リリースが開始された日です。2000年の12月21日に、ゴジラ2000ミレニアムがゴジラ作品で初めて DVD 化されたことをきっかけに、今まで発表された旧作の東宝特撮映画が次々と DVD 化されていきました。旧作 DVD リリースの 1> 第1弾として選ばれたのはゴジラ1954そして日本誕生でした今では当たり前になっているオーディオコメンタリーや映画本編以外のさまざまな収録特典は大いに喜ばれ過去作の VHS 作品を DVD へ置き換えるファンも大勢いました現在ではこのジュエルケース型の DVD もほとんど見かけなくなってしまいましたね